西洋大箱は、大箱か大箱族に分類される植物。和名は鬼大箱ともされる。原産地は、ヨーロッパとアジア北部、アジア中央部の大部分である。しかし、世界各地で雑草として気化している。ヨーロッパを原産地とする。日本には、北海道から沖縄までの全国に移入分布する。西洋大箱は、多年生の草本で、ロゼット状に葉をつける。 葉は丸く、通常長さ5から20センチメートル、幅4から9センチメートル程度であるが、稀に長さ30センチメートル、幅17センチメートル程度まで大きくなることもある。花は水上花序で、花の色は緑がかった茶色。角花は紫色の大しべを持つ。花形は直立し、長さ13から15センチメートル程度になる。 土壌の貧弱な道端や踏みつけの多いところでも生育する。また草原でも普通に生育し、農作物の雑草としてもよく見られる。花は風梅花で直立した水上果樹で生産される種子によって主に繁殖する。以下の三亜種が知られている。果実と種子西洋大箱の種子は穀物や農作物の種子によく混じっている。そのため、 世界各国で帰化し、地域によっては侵略的外来種として扱われている。ネイティブアメリカンは白人が通った道に西洋大箱が生えることから西洋大箱を白人の足跡イギリス人の足と呼んだ。日本でも身近な植物であり、子供の間では日本の茎を絡めて互いに引っ張り合い茎の強さを競う大箱相撲と呼ばれる遊びが行われる。 西洋大箱の葉は薬草として用いられることがある。また歴史的に傷の治療や蛇による交渉の治療にも用いられた。また西洋大箱は肌荒れ防止効果があるとされるアラントインを含んでおり、同じくアラントインを含むヒレハリ草の製剤に代わって西洋大箱の抽出成分が用いられることもある。また西洋大箱は肝毒性を抑止する効果があるとされるアウクビンも 含有している。ありがとうございます。